あちらに建設されている高架橋の上をリニア中央新幹線が走ります。今日高架橋区間の工事の状況が全線で初めて公開されました。静岡市中心部から車でおよそ1時間20分、山梨県富士川町。今日初公開されたのがリニア新幹線が通る高架橋です。品川名古屋間をわずか40分で結ぶリニア中央新幹線。2027年の開業を目指してきましたが、静岡県が県内区間の工事を認めていないため、開業時期の見通しが立っていません。一方、実験線が通る山梨県では工事が順調に進んでいます。山梨県内の路線となっております。全長がですね、83.4キロございまして、現在ですね、山梨リニア実験線が 42.8キロできておりますので、山梨県内ではですね、40.6キロを施工してまいるといった工事になっております。高架橋の工事は2020年から始まりました。工事自体は順調に進み、残すは従来のレールにあたるガイドウェイなどを設置するのみとなっています。ただ現在は順調な山梨工区の工事も、南アルプスに到達していくと状況が変わってくることが予想されます。なぜなら、先進ボーリングで掘っていくと、これは水抜き工事を兼ねておりますものですから、突発湧水もあり得るわけですね。 JR 東海が南アルプストンネル内で行っているボーリングをめぐり、静岡県と山梨県の意見が対立。山梨県内ではですね、ボーリング調査じゃなくて本校の掘削が始まっております。作業員のまさにこの命に関わる問題でありますので、情報収集活動としてこの事前の調査である先進校のボーリング調査は不可欠であると考えています。 JR 東海に対し、県境から300メートルの地点で山梨県内のボーリングをやめてほしいと書面で要請していた川勝知事。昨日の会見では、それは調査のために必要だというのはもうごもっともなことですね。でそしてまた静岡県ならともかくも、山梨県で民間事業がなさっておられることに対して、この国なり県なりがですね、行政権をお持ちでありますから、そうしたことに抵触することは私は一切する予定はするつもりはないし、してきてこなかった、してこなかったつもりであります。ともあれ、これは JR 東海と専門部会を通してのやり取りの中で、懸念を払拭してくださいという要請でありますのでね。でこの要請のこのについて、その懸念が払拭されていませんということを言っているので、この懸念を払拭してくださるように JR 東海にお願いしているということです。こうした一つ一つの問題が解決しないことには、静岡工区だけでなく山梨工区でも工事をスムーズに進めることはできません。品川名古屋間を走るリニア新幹線の多くはトンネル区間となっていますが、今日公開された山梨県内の一部の区間では地上を走ることになります。高架橋の上に登ってきました。今私がいるここを実際にリニア中央新幹線が走ります。こちらが名古屋方面で、あちらに見えますのが現在工事が行われている第一コマトンネルです。2020年からですね、こちらの工事着手いたしまして、地上区間においてはですね、このですね、立ち上がって初めての高架橋となるところでございます。今回のこの高架橋を節目でございますが、他のところもですね、早めに工事の方入りまして、完成させて早期の開業に向けてですね、頑張りたいと思っているところでございます。リニア開業に向け着々と準備が進む山梨県。一方、本体工事の着手すらしていない静岡県。この状況、今後どうなっていくのか。川勝知事は明日、
沿線都府県で構成されるリニア規制同盟会の総会に出席します。